皆さんこんにちは、エース・トラッポラのボイスキャストを務めます山下誠一郎です。皆さんこんにちは、ジャック・ハウルのボイスキャストを務めておりますバン・タイトです。はい、ということで、唐突に始まった、そうですよ、ラジオ番組、あれ、あの皆さんの中にはあれ今日ついちゃんって思われた方もいるかもしれませんがまあいつもはね、あのついちゃんという形でお送りしているんですが、これはまた別のものということで、そうなんでございます。あのね、ツイステ、ディズニーツイステッドワンダーランドの今を、お届けするというコンセプトのラジオ番組で、なんと毎月月末にアニプレックスさんの公式 YouTube にて配信する予定だそうです。予定でございます。でね、今日はなんと初めての組み合わせというか、まあその話もおいおい後でしていきたいんですけれども、私山下とバン君ということで、このコンセプトとしては、山下と、小林千秋、市川葵、バン・タイト、そして石谷春樹の5名の中から毎月ランダムでパーソナリティをしてもらおうというラジオらしい。なんかすごい5人のチョイスですね、これは。ねえ、なんかすごくいろいろなあのものを感じるんだけどそあえて言わんでおこうと。そうですね、まあ、ランダムなのでね、わからない。ランダムやから。そうでございます。そう、ということでね、今回2人になったんだけど、記念すべき第1回です。だからね、もう緊張しているんだ。私は本当ですか。私は緊張してるんだ。だっていっぱいこのついちゃんやられてたじゃないですか。いや本当にね、小林千秋って偉大なんですよついちゃんではね2人でやらせてもらっていたんですけれども、今回はまた違う形で。そうですね。でちょっと個人的なお話になると、バン君とがっつり仕事で喋るって初めて、あ、だと思う。あ、思い返せばそうかもしれないです。それこそ結構前から現場で、それこそツイステ以外のね、ところでも、そうですね、お仕事ご一緒にってことは、ね、いっぱいあったんだけど。そうなんですよ。なんか、それで思い出したんですけど、僕、その、何年ぐらい前だろうな、多分4年ぐらい前の、あの、僕のそのアルバムですか、写真の、見てたら、なんかあの、収録のスタジオで山下さんがこうやってピースしてる写真をなんか僕持ってるんですよ。あら、なんでだろうと思って。撮ったの。わかんないんですけど。だから4年ぐらい前からすでにあのピースしたら写真撮ってくれるぐらいの関係値ではあったんですよ。でも本当にいつ初めましてだかって結構実は覚えてないんですよ。だけど知らず知らずのうちにもう仲良くなってというか。そう、だからなんか今日ちょっと不思議な感覚ですよね、こう初めてなんかご一緒の番組でこうちゃんとお話しするって、なんか不思議な感じだなっていうのはありますね。本当にギャップ萌えの塊というか、まあボイスキャストね、ジャック・ハウルのボイスキャストなんですけれども、そこからガラッと変わって、事前に本当にラジオよろしくお願いしますって連絡を可愛いスタンプとともにくれる豆さ。いやもうギャップ萌えの塊でございます。先輩にはやっぱりこう最大限の敬意を払わないと。いやー、そういうところは一貫してね、ちょっとあのキャラクターらしいね、ちょっと近しいところはねあるかもしれないですね。でこうやってまったりねやっていきたいんですが、なんと由々しき事態があります。そうですね、あの番組名が決まっていないと。そう、こういう番組って基本的にあの、じゃあ収録始めましょうかって言って、あの Q がついたらあのタイトルが入るんですよ。言うじゃん大体ね、音楽とともにさ、せーのって言って入るんですけど、まあぬるっと入りましたね。しかも決めてくださいって言われて一応案は出しました。責任重大だなこれ。なんならばここで決めちゃったらばさ、他の3名の方もさ、それを言ってもらう羽目になるわけで。そうですそうですそうです。でね、一応案があります、こちらに。あ、まあありがたいですね。いろいろ、まあ一応全部紹介します。はい、ツイステ BC、あのブロードキャスティング、ああなるほど、ツイステッドワンダーラジオ、ツイステーション、ああなるほど、ツイステウェイブ、ツイステッドレディオステーション、あ、これいいですね、ツイステ放送委員会、ツイステ放送局、はいはいはい、いかがでしょう。ああ、なんか個人的にこの中で目を引いたのは、ツイステッドラジオステーションだけ英語なんですよね。そう、これだから多分そういうものを求めているのかなっていうのは思うんですよね。うんうん。Twisted Radio Station FM。みたいな。Radio みたいな。夕方聞きたいやつ、ね。ちょっとね、ありそうですよね。あ、でもいいねこれ。どうですか？なんかいろいろ考えられたりしました？こういうこのタイトルどうだろうみたいなの。でもなんか語感はツイステーションはすごく素敵だなと思う。確かに言いやすいですね。そう。ステでもうさ。うまく重なってる感じ。でもさ、みんなに言ってほしいよね、あのトゥイステッドラディオステーション、毎回ちょっとやってほしいですよね。ハードルが後ろの人にハードルを上げていくスタイル、ごめんみんなって言って。いいですよ、僕はトゥイステッドラディオステーション、いや流暢
流暢発音だけは自信があります。もうそれレックしてそれ流そうよ毎回やだどうしましょうか。結構どれもいいなと思うんですけど、うん、僕はツイステッドレジオステーション毎回ネタにできるからありかなと思います、うん、どうですか山下さん的には。なんかツイステッドワンダーラジオもいいよね、うんうんうん、なんか英語にしたら全部いけそうな気がする。なんかトイステーション、確かにトイステッドワンダーラジオかっこいいかも。あ、いいっすね、それいいなどうしようどうしよう。いや、こう優柔不断な2人が集まってるから、うん、なかなか決まらないですよこれ、うん、うんうんうん、あ、俺が優柔不断だってよくわかったねいや、なんかちょっと近しいものは感じるんですよね。そうだよ、こんだけ緊張してんだ決められないよなんだけど、でもなんかそのなんだろうな、ツイステッドラジオステーション、レディオステーション、え、いいんですか。すごくなんか語感がいい気がした。本当ですか、うん、じゃあ今後みんなにこうかっこよく言ってもらう選手権を、選手権でいいんじゃないですか、うん、じゃあこの番組の名前はお願いします。 Twisted Radio Station で決定です。はい、本当にいいですか。いいんですか。いいんですか。あ、よかった。いい、そうでございます。スタッフさんもいいと。やったね、 やったれと言っておりますということでね、思いっきりツイステッドレディオステーション、うん、頑張っていきたいと思いますやったね。はい、早速あれコーナーもたくさん用意してもらってるんで、うん、行きたいと思います、うん、まずはこちらのコーナーからです。せーの、ツイステ観察学。今素敵な音楽がきっと流れていることでしょう。流れてますよ。はい、うん、実にラジオっぽいコーナーが来ました。かつなんかちょっと勉強っぽいね。そうですね、授業っぽい感じの、うんうんうん、学園ですからね舞台が。そうだよね、うんうんうん、まあ、観察学ということで、はい、どんなコーナーなんでしょうかね。さあ、こちらのコーナーではですね、毎月我々がくじを引きまして、うん、出たキャラクターについてのお話をしていきたいと思います。なるほど。そうですね、もしかしたらねこの放送を聞いてツイステッドワンダーランドを初めて知ったって方もいらっしゃるかもしれないんでね、うんうん、そういった方にまた新しくこうキャラクターの魅力だったりをお伝えできればなと思っております、うん、はい。ちなみになんですけれども、ほいほい、我々自身がボイスキャストを務めているキャラクターが当たる確率は22分の1です、うん、あ、意外と広いというか、かっこ本日時点って書いてあるんですよ。何それ、どういうこと。え、まさか。まあ何があるか分かりませんけどね。なんだろうね、先生とか含めてってことかしら。さあ、どうなんですかね。それはどうなんでしょうね。はい、まあまあまあ楽しみです。はい、でどちらがくじを引くかっていうことなんですけれども、はい、まあなんだろう、ここはね一応先輩として、はい、バン君に引いてもらえたらなと思うよ。いいんですか。うむ、じゃあ僕がここのくじ引いちゃいます。22分の1、ルルルルルル、これだ。え、本当に誰だ。ジャックハウルあー、もうこの番組売れます。この番組大人気です。はい、はい、演技がいい。これすごいな、こんなことあるんですね。はい、はい、じゃあジャックの紹介を今回していきたいと思います。はい、ということで、記念すべき第1回目は、私がボイスキャストを務めさせていただいておりますジャック・ハウルということになったんですけれども、はい、まずじゃあ、彼のことをちょっとね、ご紹介していきたいと思います、うん、名前がジャック・ハウル、所属寮はサバナクロ、そして学年が1年生です、うん、かっこいいですね。でそして、身長が192センチ、でかい、大きい、僕よりはるかに大きい、うん、さあそして誕生日が10月11日、うん、天秤座でございます。天秤座、うん、僕もジャック・ハウルのボイスキャストを務めさせていただいて、オーディションを受けさせていただいたんですけれども、うん、その時に拝見させていただいた資料っていうのがこの今僕らの手元にはあるんですけれども、そうなんですよ、この表情集とかを僕は参考にそのキャラクターについて深掘りをしていったんですけれども、うん、やっぱりこの第一印象はもうザ・硬派ですよね。硬派、本当に、うん、このツイステッドワンダーランドっていう作品の中でも 1,2 番を争うぐらいやっぱりちょっとこう硬派な感じはすごい印象は受けていて、オーディションのその文章っていうんですか、セリフ、セリフですね、そうですね、それもやっぱりそのしっかりとキャラクター性が出ていた分だったので、ストンとイメージしやすかったかなっていうのは覚えてますね。割とすぐこうなんだろう、理解が深まったというか、そうですね、ずっと入れたみたいな、はい、参加をさせていただいて改めてそのジャックの内面だったり、はい、性格性だったりを、うん、深掘りしていくと、よりあ、意外とこういう一面もあるんだっていうことがどん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 新しい発見をさせてくれるキャラクターだなっていうのはやっぱり常日頃から思いますね、うん、そしてね、
1年生なんですよ、はいはい、彼こんなめちゃめちゃかっこいいのに、うん、一番まだ入りたてというか、それこそ初々しさというか、ね、そうなんですよ、エースたちと同じ学年っていうその1年生組っていうのがありまして、うん、ジャックが初めて登場したのが、まあでもね、うん、割と序盤からみんな顔を覗かせつつ、ね、主にやっぱ、サバナクローが活躍したというかフィーチャーされたのは2章だ、ね、そうですね、2章のサバナクロー編から、うん、がっつりとこうジャックだったりレオナだったりラギーだったりっていうキャラクターたちがみんな出てきてたんですけれども、うん、そこでやっぱりその本当に彼の性格というかま、うん、っすぐさを本当に感じられるシナリオだなっていうのはやっぱり2章の時に感じたんですよね。確かに、うん、ジャックじゃないとできなかったお話だったもんね。そうなんですよね、あれは彼じゃないとやっぱりああいう結末にはならなかっただろうなっていうのはありましたし、うん、そしてですよ、その、お話ししてる2章でジャックはユニーク魔法を割とね、そうなんですよ、早い段階で見せてくれたんですよね、お披露目ができたというか、うん、アンイリッシュビーストというユニーク魔法なんですけれども、うん、これが本当に結構度肝を抜かれたというか、あ、うん、そういうユニーク魔法なんだ、本当に魔法っぽいというか、いや魔法っぽいですよ、他のキャラクターたちとはちょっと一線を画しているという、うんうんうん、まあなんかサバナクローならではって感じがする。そうですね、うん、やっぱりそれも感じましたし、そのジャックのユニーク魔法を見ることによって今後みんなのその明かされていないユニーク魔法って一体どんなものになるんだろうっていうのをこうすごい感じたんですよね。こういうユニーク魔法もあるのかっていうのをすごいジャック感じさせてくれたので、うんうん、他の方のユニーク魔法気になるっていうのはすごいんですよ、うんうん、結構幅が広がったよね。そうなんですよ、これもありなんだみたいな、これもできるのかっていうのがあったりして、うん、だから山下さんがボイスキャストをされているエースとかも、はい、結構ね、一緒にこう話したり、イベントを一緒に回ったりしたりする、ね、まあ、1年生同士って描写が、ね、あったと思うんですけど、うん、エースがジャックのモノマネっていうなんか得意みたいですね、彼は。あ、なんか知らず知らずのうちにそのレパートリーが増えているようで、うんうん、あ、そうなんですね、なんかエース君のね、うんうんうん、そういうなんかまあからかいの一面というか、はい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 、はい、増えてるみたいですけれども確か僕が知る限りでは一番最初にエース君がモノマネしてたのはジャックだったと思う。あ、一番最初なんですか、ジャックは。だった気がします、違ったらごめんなさい、でも確かすごくそこは印象に残ってて、うわ、ちょっとなんか似てたら似てたでちょっともやっとしますね、それは。なんか太鼓判という噂があるようなないような、真実はあなた次第ということでちょっとね、そこはなかなかこう本人を手前、本人っていうかね、ボイスキャストを務めている人を手前になかなか言えることじゃないんだけど、うわ、ちょっとそれ気になりますね。いや、本当に真実はぜひゲームをして確かめてください。そうですね、僕からジャックの話をすると、うんうん、結構やっぱそのしっかりしてる、うん、達観っていうとちょっと違うのかもしれないけど、うん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 、なんかそのジャックの視野とかっていうのは、はい、ある種なんだろうな、いい意味で学生っていうものからちょっと上のところにいる気はしていて、そうですね、なんか、うん、他にもハーツラビルでもトレイとか、うんうんうん、すごくしっかりした人たちはいるんだけど、ね、うん、なんか一つこうなんだろうな、難しいんだけど、うん、人間らしいっていう表現が正しいかは置いといて、うんうん、すごくなんか義理人情というか、そうですね、厚さを持っていてちゃんとその冷静にものが見れるっていうところで、うん、だから3章でエースとデュースがちょっとこう、はいはいはい、欲にくらんでイソギンチャクをつけられてしまうことがあるときに、うんうんうん、ありましたね、何やってんだお前らって、うん、あれ、あそこ好きなんですよ。いろいろな番組で言わせていただいてるかなと思ったんですけど、はい、ジャックって正しいことをするようにすごく見えるじゃないですか、いい模範的な行動をしているように見える、うん、まあもちろんそう、ある種真面目というか、ね、そうなんですよ。でもそれってやっぱり彼の中の正義がたまたま模範的な正義と一致した時にそう見えてるんじゃないかなっていうのはやっぱり思っていて、うんうん、その先ほどお話しされたイソギンチャクの時とか、はい、彼はやっぱりその真っ向から勝負することが全てなんですよね、うん、やっぱりその実力を同士をぶつけて白黒をつけたいっていう彼の信念、うん、正義があって、まあそれとはちょっとやっぱりエースデュースがやってたのがちょっとずれてるっていうので、やっぱり彼なりに、まあ楽しようとしてそう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 彼なりにやっぱりちょっとなんでだよっていうところもあったみたいで、うん、まあ、やっぱそういったところを一括りに正しいことをずっとやっているキャラクター性ではないのかな、うん、模範的にずっと模範的なキャラクターというわけではなくて、うん、まあ
本当に自分の一本の芯を貫き通すキャラだな、うん、キャラクターだなっていうのは感じます ね、うん、乗ってくれてたもんね。2章があるとその大体その次の章って、うんうん、あのその寮のフィーチャーされた寮の人があの監督生と一緒に頑張るんだけど、 そうですね、うん、そのターンがジャックだったから、そうですね、3章でも割と新しい一面というか見えました、見えてきてよかったよね、うん、あれは本当にこれからもずっとずっとジャックの新しい一面が見れると思うとやっぱり嬉しいですね。ね、うん、楽しみです、すごく。なんなら進級した時どうなるの、ね、いや本当ですよ、夢が広がるなと思うし、うん、お兄ちゃんですからやっぱ弟と妹いるんで。そうだそうなんですよ、実家に帰るみたいな話もあったね。そうなんですよ、なんだっけ、雪明けしてないみたいなのがあった。確かスキーとスノーボードでね、うんうんうん、すごい。 雪国育ちってことだっけ。そうなんですよ、うん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 、すごいな、ウィンタースポーツが好きなんだね。いやもうスノーボード似合いますよ、スキーも似合うね、かっこいい。いや本当その資料集いいね。いいですよ、改めて見たけど本当にもうすごい、これいろいろな一面がここからだけでも見えちゃうってやっぱすごいですね。これもお持ちの方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。そうですね、うん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 。さあそんなね、初回の放送ジャックのことたくさん、もう本当に時間足りない、全然足りないぐらいお話しさせていただいたんですけど、3時間はいけるね、うん、はい、ということでね、たくさんお話をさせていただきました、次回からもですね、一キャラクターずつ、引いていただいて紹介をしていければなと思っております、うん、はい、ということでね、これからも楽しみにしていてください、うん、以上ツイステ観察学のコーナーでした。続いてはこちらのコーナー、せーの、ツイステシー。はい、またまた授業っぽい感じでございますけれども、うん、そうですね、まあ、ツイステ史、あの歴史の史ですね、うんうん、あ、そうでございます、そうでございます、はい、今月のツイステのイベントや更新情報を振り返るコーナーということで、うん、5月の更新情報を見ていきましょう。上旬がですね、うん、復刻フェアリー柄春を呼ぶ妖精たちの祝祭ということで、うん、復刻フェアリー柄期間限定召喚が開催されておりまして、うん、5月6日はエペルの誕生日でした。そうなんですよ、エペルといえばね、ジャックとのやり取りがまた素敵で、そう、さっき言いそびれたんだけど、はい、あのエペルがジャックに憧れてるっていう、あの関係値がすごい好き。なんかお互いにこう、うん、ちょっとジャックもエペルのことを認めつつ、そうそうそう、みたいなのもありますもんね。これね、エペル弾けなかった、弾けなかった来てくれなかった、エペル来年かな、来年だ、来年ですね、うん、なんならね、あのこの前回分のバースデーキャンペーンも復刻でありましたから。そうなんですよ、ありがたい、はい、これはね、つまりはどうなんだろう、もしあのまだ全然妄想だけど、うんうん、来年度になったら、うん、あの3衣装分そっか来てくれたりするのかななんて妄想をして、そっか、今スタッフさんがさあどうだろうなとニヤニヤしておりますけれども、ね、僕ら言うだけはね、ただですね、ただなんでね、言っていきたいと思うんですけれども、うん、ぜひぜひ、あ、まあ、てかこれあれだ、振り返りなんでありましたねということで、あ、そうだそうだ、はい、そんな中中旬5月は続きますね、うん、5月15日はシルバーの誕生日でした、うん、シルバーバースデーキャンペーンが開催されておりました、はい、はい、シルバーもね、クールな眼差しというか、ね、やっぱ緑色いいな、両カラーですけど、なんかかっこいいですよね、やっぱりこうシュッとしたかっこよさというか、あ、そうそう、画像がありまして、うんうんうん、うん、すごく素敵な感じで、いやーかっこいいな、まだまだ謎が多いキャラクターですね。確かにこれからですね、そう、うん、今ね、こうシルバーしっかり、来てお迎えしてもらえればと思います、うん、そして、はい、5月下旬がなんといってもメインストーリー6章、うん、冥府の番人後編2配信でございます。すごいですよね。そしてこれはイグニハイドピックアップ召喚もございまして、うん、はい、強化合宿ナイトレムカレッジ寮合同編というものもありまして、うん、盛りだくさんな5月下旬でしたね。はい、はい、ということで、まあいよいよ、うん、まあ、長きにわたった6章もついにね、クライマックスなんじゃなかろうかと。6章はやっぱりこういろんな新しい試みがありましたよね、本当にこう、うん、あ、そういうこともありかみたいなのも結構あったりして、なんというかね、伏線回収、種明かしっていう要素もありつつ、こんな始まり方あるみたいな、そう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 、本当になんか、あ、え、こういう展開すごいなっていうのを純粋に感じましたね、うんうん、ちょっと油断してたよね、油断してました、また学園生活楽しんだろうって思ってゲームしてたら、ちょっと油断してました、正直いきなり非日常にね連れてかれて、うんうん、なかなか、だからそういう状況だからこそ見えるキャラクターの表情とか、うんうんうん、今まで見えなかったところとかもあって、うん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 、大きなね回だったんじゃないかなと思います、6章楽しんでいただければと思います、うん、はい、はい、そしてですね、うん、期間限定イベントフェアリー柄イフ、うん、妖精たちと見る夢の祝祭が、うん、開催されており、はい、そして、期間限定召喚も開催中でございま す、現在本イベントの登場カードが、うん、SSR オルト、うん、フェアリーギア、
かっこいいですね。すごいですよね、このイラストも。イラストがね、手元にあるんですけれども、皆さんもね、目にしていただけてると思います。そうですね。SR がエース、ガラクチュール。そして同じく SR、シルバー、ガラクチュール。そしてレアがジャック、ガラクチュールで。ございます。やっぱりこのガラクチュールはどのキャラクターが来てもやっぱりこうそれぞれの良さが出ますね。着こなしというかね、うん、やっぱりちょっと難しい服じゃないですか、これを着こなすっていうのが。白一色はね、そう、着られちゃいそうな服じゃないですか、うん、でもやっぱりみんなすごいな、着てるな服をっていうのは思いますよ ね様になってる。ジャック背高いからさ、かっこいい、なおのこと、うん、似合うよね。なんかでもエースもやっぱりこのなんて言うんだろう、ちょっとこう可愛らしさだったり爽やかさだったりをすごい感じますよね、うん、この衣装で。なんだかんだうまく着ちゃうんですよね、エース君は。いや、おしゃれさんだな、本当に。いや、本当に羨ましい、うん、ですけれどもいやいや、山下さんもおしゃれですよ。いや、で、お、で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 、お、あとで、なんか、あとでコーヒーやったぜ。ちなみに、うん、SR シルバーとレア、ジャックは、イベントを進めることで入手することができるということで、ぜひぜひ遊んでください。いやね、本当に盛りだくさんなんですが、そうですね、あ、忘れちゃいけない、はい、もうこれが5月末のオンエアということらしいんですけども、ね、毎月1日、うん、ショップ更新がございますので、交換など忘れないようにお気をつけください。5月のまだ交換していないよっていう方はまだ間に合いますので、はい、ぜひショップの方チェックしていただければと思います、はい、ということで以上ツイステシのコーナーでした、うん、6月もですね、盛りだくさんでお届けしていく予定となっております。はい、楽しみにしていてください、うん、ということでね、来月も楽しみなんですけれども、うん、30分あっという間に来るんじゃねえかということで、うん、そろそろな感じらしいですよ。あ、本当ですか。はい、紹介しました。あ、もう30分経ってるんですか。早っ。うん、もうすぐ30分ぐらいかな。まあまあまあ、でもなんかいろいろね、うんうん、語ってきたけど正直時間が足りないよということ で、 足りないですね、全然足りない。うん、なんかもう俺たちの出番終わってしまうのかなという感じなんですけれどもどうでしたか。なんかその悲しい気持ちになっちゃいますよ、うん、そういうこと言ってると、ね、楽しくいきましょう。この時間あるなら俺も弾いていいんじゃないかなって思うんだけどね語りたいよって言って語りたいですよね。語りたい語りたい、自分のキャラクター、あのボイスキャストを務めたキャラクター、うん、語りたいですよね。いや、僕今日運良かった、すごく。いや、本当に、うん、1回目ということでね、うん、我々もちょっとこう探り探りやらせていただいてるところはあるんですけれども、なんならばさ、はい、そうだよ、そう、しょうがないんだ、なんでこんなに早いんだって思ったの。そうだ、うん、1回目だから、うん、お便りが来てないんだ。あ、そっか、今すっげえごめんなさい、マイクの前でめっちゃでかい声出ちゃった。さすがさすがちょっとそうだプロ、そっか、そうなの。でもこれから、うん、特にさ1回目だけどさ、もうあなたたちはお役ごめんですって言われてるわけじゃないから、そうですよ、これで次次回以降お便りが来れば、そうですよ、ね、次の、パーソナリティの人たちもっと盛り上がるだろうし、そう、我々がねドヤ顔で帰ってきて、うん、お便りたくさん来てるね、俺たちがやってた1回目が懐かしいねなんて、あ、そういう感じなんですねえ、そういう感じ、拾って来れるかもしれない。いや、まだ分からないですよ、あの5名からランダムってね最初にお伝えしてたと思うんで、うん、もしかしたら来月も僕かもしれないです。あ、またくじあ、で俺はいないんだね。そう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 なるほどね、そこはお疲れ様でしたって言ってね、すいません、はい、聞かせていただきますあ、なんでね、はい、普通にお便り、うん、聞きたいなって、聞きたいですね、正直思う。めちゃめちゃお聞きしたいね。何で、なんだ、うん、知りました、うん、あー確かに、ここが一番好きです、このシーンが、キャラクターは誰が好きですとかね、このやっぱりラジオならではですよね、皆様のそのお声をいただけるっていうのが、うん、やっぱこう楽しみですね、すごく。そういった面でもそう、うん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 、なんかね、ツイステッドワンダーランドとかそのキャラクターとかユニーク魔法に沿った、うん、例えばミニコーナーとかできてもいいかもしれないし、確かに確かにね、ね、皆様と一緒にこの番組ね、どん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 素敵な番組にしていけたらなって思いますよね、本当に。まあまあまあ、と言いつつ、うん、お便りを募集するかどうかはまだ未定なので、はい、皆さんね、引き続き、このツイステのね、うん、ラジオを楽しんでいただければと思いますよ。はい、お願いします。お願いします。なんでね、今回はまあ、その初回ということで、うん、正直緊張した部分はありつつも、うん、なんとか、面白そうな番組作っていったと思うよ。緊張されてます？してます。今になってね。なんだろう、喋り足りないって思って、その原因が分かってスッキリした。あー、よかった。お便りが欲しい。うん、確かに。うん。うん、いや、まあまあ、本当にね、まあ、初スタートにしては、上々だったんじゃねえかと思いますが、うん、はい。うん。バン君に今日の感想を聞こうかな。うん、ああ、今から感想言うのか、今の感想言ってたつもりだったんですけど。はい、ああ、めちゃくちゃだ。ごめん。いや、本当に、でもやっぱり、この作品に対してのこの、愛っていうんですか、うん、love っていうんですか、お、
これをやっぱりこういい、ね、語れる機会をこうやっていただけるって嬉しいですね。うん、ですし、やっぱり今後も、皆様と一緒に、ツイステッドワンダーランドに対してのこの、まあ、ラブをですね、どん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 みんなでこう積み重ねていける番組になっていくんじゃないかなっていうのは本当に期待しかないです。ね、毎月の月末をね、皆さんに楽しんでいただけるようにね、なったらいいなっていうふうには思ってますね。はい。はい、山下さんどうでした？いやー、本当に、緊張しました。なんですが、割と、なんだろう、バン君とは初めてだけど、うん、すごくなんかなんだろう、ナチュラルにポン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 なんかお話が回して、先輩だからですよ。いやありがとう。しかもやっぱジャックについてのお話は本当にずっと聞いてみたかったことだったから、うん、いやー本当ですか。ツイステの収録の形って、うん、なかなか一緒に撮れることってそうです、ね、ほとんどあまりないので、うん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 、なんで余計にやっぱりバン君がそのね、うん、ボイスキャストを務めるジャックに対してどう思ってるのかとか、いやその時と今とでってどうなのかとか、いろいろお話聞いてみたかったし、それができてよかったし、今度はそれを皆さんとも共有したいなって思うし、僕もエースについてめっちゃ聞きたいですよ。自分も語ってみたい。うん、うん、足りないですよ。まあそんな希望もありつつ、うん、長く続いていく番組になるよう、うん、第1回目僭越ながらやらせてもらったなと、はい、嬉しい気持ちでいっぱいでございます。はい、はい、ということで、まあ第2回目誰なのかなと思いつつ楽しみに、うん、これからもね、ボイスキャストとして、うん、ツイステ頑張っていきたいと思います。お願いします。はい、ということで本日のお相手はエーストラップラのボイスキャストを務めております山下誠一郎とジャックハウルのボイスキャストを務めておりますバン・タイトでした。はい、ということで、うん、次回のあバン君お願いします。あ、そうでした、今完全に油断していた。さあ決めちゃってください、うん、The Wasted Radio Station Yeah 6月末の配信予定です。何それ。はい、ということで、まあまあ月末、毎月月末ってことなのかな、はい、次は6月末の配信予定で、うん、同じくアニプレックスさんの公式 YouTube チャンネルで公開します。はい、公開情報の方はですねツイステ公式 Twitter にて投稿予定ですので、ぜひぜひチェックの方をお願いいたします。はい、そしてですね、うん、最後に次回のラジオパーソナリティの方に、うん、お二人にオープニングトークのお題を振りたいと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、いわゆる無茶ぶりで、なるほど、あるというやつなんですが、うん、思いつきました。お、お、何ですか。この番組のためのハッシュタグを、はい、あー大事、超大事、超大事なことを丸投げするというね。うわー責任重大。次のお二人が果たして誰なのかはまだ言えない。そうですね、言いたいがしかし、うん、言えないということで、まあでもほら僕ら今回タイトル決めたんで、はい、まあ、それ相応のね、ものをやっていただかないとっていうのはありますよ。うん、なんか手作り感満載だね。自分たちでいろんなこと決めていくっていうのは。いいですね、うん、楽しい、うんうんうん、まあまあね、もちろんもちろんあれですよ、今バン君がやってくれたように流暢に二人に言ってもらうな、まあ、当たり前ですよそれは。さすが厳しい。それは当たり前ですよ。バンチェックが入りますね。それはもう毎回僕に一回音声流してもらって手間がかかる。なんならば来てくれみたいな感じでね。、はい、まあ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 、お二人にはね、うん、もちろんそのお二人のボイスキャスト、うんうん、キャラクターのお話、そうですね、聞きたいですし、うん、ハッシュタグぜひぜひ、いいものを作ってもらえればなと、うん、決めてもらえればなと思います。はい、うん、はい、ということで、ね、次回我々いつ出るか本当にわからないけれども、ね、うん、次の、ツイステッドレディオステーションも楽しみにしていただければと思います、うん、はい、それでは皆さんごきげんよう。